こんにちは。夫婦でセッションで夏の扉やってみる。ワン、ツー、スリー、フォの扉やっています。あ、夏にふさわしいこのフレッシュな感じあるね。フレッシュ感がもうね、もう本当恥ずかしい。そうそう、嬉しい恥ずかしい聖子ちゃん、うん、はい。この曲ね、つい先日実はガズレレ YouTube で取り上げたばっかりなんですけど、今回ですね、ちょっと夫婦でセッションで取り上げてやってみました、うん、夏にふさわしいっていうこととですね、うん、昨日ですね、仙台から戻ってきましてですね、もうくたびれちゃって、うん、夜9時に寝たんでね、何の用意もせず今日ね、夫婦でセッション、そういえば最近全然やってないから、もうしばらくやってなかった。だからちょっとね、久しぶりにね、ギターだったから、ね、それガズギターやったりしてたからね、うん、そうそう、夫婦でセッションやろうということで、この曲はですね、いつも言ってる、いつも言ってるわけじゃないんですけど、ガズレレ大学っていうね、 YouTube メンバーシッププログラムで、うん、やってる課題曲になってたんで、これバッチリすぐできるぞって言ってですね、今も良かったでしょ、演奏のキレがね、ガズレレ大学入ってる人で、これもこのぐらいすぐ弾けるようになりますけど、そうだね、はい、ぜひ皆さんガズレレ大学ご検討ください、うん、これこのね動画を YouTube パソコンで見てる人は下にメンバーになるとか書いてあるボタンがあって、うん、そこを毎月590円で、ね、週2回のライブ、うん、配信によるガズレレ大学っていうね講義をやってるんですよね、うん、そこでの課題曲だったんですよ。そう、だから課題曲強いよね。強い、結構すぐこうやってセッションできるぞって、うん、で一生懸命このハモリもさ、ガズさんハモるすごい裏声でね、可愛いでしょ、うん、大変だった。いや全然大変じゃん、裏声だからだ、ね、はい、あれもまたちょっと面白い。これやっぱ2人でやる時のね、このハモリとかこのアンサンブルのね、この途中のところの、そうだね、こういうフレーズとかまたね、うん、新鮮かなと思ってちょっとやってみました、うん、ぜひ皆さん夏の扉やってくださいね。聖子ちゃんのねガズレレレッスン、ここにちょっとリンク貼っておくんでね、ぜひやってみてください、はい、ではこのガズレレはですね、今更ですけど本当に誰でもね、めっちゃ簡単ウクレレ弾けるよということを YouTube でレッスン動画日々公開してるんです、うん、はい、ウクレレやってみたいなと思った方、始めましょう。それもここにリンク貼っておきます。ウクレレがすぐできる、概要欄にも貼っとくけどね、はい、ぜひやってみてください。そしてご報告ですけどね、もう報告ばっかしてんだけどさ、うん、仙台すごい良かったね。良かった。いやもう感激しちゃったっていう話、まあ、YouTube でもね、うん、あちこちでも一応 SNS でもお伝えしてますけど、ね、もうなんか一回はーって終わったと思ったら、うん、もう次があるんですよ、うん、9月の2日名古屋、うん、ね、昨日、ライブハウス、
ちなみにですね、9月の2日は名古屋なんですけど、9月の9日と10月21日は東京、うん、大阪なんですけど、うん、こっちはですね、もうね、ありがとうございます。もうチケット完売なんです。うん、大感謝ありがとうございます。で、今ね、チケットご購入できるのは、9月の2日の名古屋と11月2日の横浜の2カ所なんですけど、両方ともですね、うん、残りチケットがもうあと 10枚もない状態でございます。これもう間違いなくすぐ売り切れちゃうんじゃないかなというふうに思われるんで、あのちょっとまだ席もね、あのもしかして増量の可能性もなくはないんですけど、ひとまず設定としてはもうね、そういう状況になってるんで、引いてもらいたいし、そう、あのね、ぎゅうぎゅう詰めするとほら席が近いとこうウクレレで、席にあの着席スタイルですからね、あんまり席ぎゅうぎゅうにしちゃうとこでここに当たっちゃっていてーってなるから、まあちょっとね、こうあとやっぱソーシャルディスタンスちょっと保りたい、保ちたいから、まあそういうことになってるんですけど、ちょっと迷ってる方、あのお早めに、はい、お願いします。で、チケットのお問い合わせというか、その詳細はですね、概要欄とこのリンクここにも貼っとくんですけど、うん、実は昨日ですね、あの前々からお伝えさせていただいているように、この今使ってるね、これ G マーク、この G ラボウクレレの YouTube チャンネルね、スタートしたよって皆さん、あのご報告させていただいて、あのウクレレがプレゼントキャンペーンやってます。あ、そうだ、ウクレレプレゼントのキャンペーンのウクレレはここにちょうどあります。はい、こちらのですね、はい、初めてウクレレ、初めてウクレレが皆さん10本も当たるっていう、上田 G ラボ代表の上田さんがもうですね、もうね、これも皆さんにね、嬉しいというか、日々の感謝を込めてということで、うん、今キャンペーンやってますからね、8月の末までね、応募期間中ということで、あの G ラボの YouTube チャンネルちょっと見てもらいたいんですけど、うん、昨日 G ラボチャンネルの青山さんが、うん、名古屋にもね、うん、名古屋ってあのこの G ラボウクレレの本拠地があるところなんですよ。で、9月2日の名古屋のあのイベントは、G ラボのウクレレフルラインナップ展示と、 G ラボのスタッフが青山さんと上田氏とかも含めてですね、みんなあの登場するよということをね、アナウンスの動画アップロードしてくれてた。その動画のリンクここに貼っておきます。ここ、青山さんのね、あの美しい西条青山さんが動画出してくれてますので、はい、そっちの方もちょっと見てもらってですね、はい、チャンネルでそのウクレレのプレゼントイベントもやってるんで、うん、見てもらうと分かると思いますからね、うん、はい。で、あっちからこっちから盛り上げていこうぜということなんですけど、うん、まあ、とにかく仙台のイベントをやった感触でいくとですね、これは皆さん見といた方がいいですよ、ガゼレレ前は、うん、ちょっとあのね、なかなかめくるめく体験だったなというふうに思いますので、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、一応確認のために言っておくと、また一回並べとくけど、9月2日名古屋、はい、チケット残りわずか、9月の9日の東京と10月21日の大阪はもうチケットソールドアウト、11月2日横浜、こっちももうあとちょっとですチケット、はい、こんな感じでよろしくお願いしますと。まあまあ本当にまだまだ続くなと言いながらもワクワクしている状態でございます。インスタでさ、見ていただきました。あ、インスタグラム、うん、あのガズレレのね、インスタ英語でガズレレってインスタのね、概要欄に貼っとくんで、あのガズレレのインスタグラムぜひフォローしてくださいね、はい。で、まあ、あと他のことについては、うん、大好評ガズピアノ、僕ら2人がやってるあのね、あの本当に革新的すぎる世界一簡単ピアノ教室、ガズピアノ YouTube チャンネル2人でやってるんですけど、これ概要欄に貼っておきますけどね、本がなんと出ることになってですね、びっくりです。これがね、今大好評で、あのいろんなところで予約受け付けてるんですけど、とうとうアマゾンでね、ガズピアノってアマゾンで検索するとヒットするようになったんですよ。これがちょっと前まで出なくてですね、みんなないないって言われたんですけど、ちょっと今からあの皆さんスマホとかパソコンにガズピアノってアマゾンの検索窓に入れてもらうと出てきますから、ピンクいこの表紙がね、この表紙出てきますから、はい、はい、こんな感じで、あのすごいですよ、夫婦で表紙ですから、これピアノ教則本とは思えないですよね、はい、もうそうやって世の中をね、こうね、なんかカジュアルな音楽でこう満ちていく、あっちからこっちから楽しい音楽人を増やそうということでやってますからね、はい、ウクレレも楽しいけどガズピアノも楽しいぞということで、はい、はい、イベント盛りだくさんということでね、今日はあの週末土曜日なんでね、皆さんちょっといろんな曲をガズレレ YouTube でまた今一度見てもらってね、昔もうね2000曲ぐらいやってますから、皆さんの好きな曲きっとあると思うよ。曲名スペースガズレレとか言って YouTube で検索してもらって、皆さんの好きな曲探してね、どんどん演奏していってください。あとは紫色の本とかもね、もういっぱいガズレレ本もなんかたくさんもう出てますからね、あっちからこっちから楽しんでいきましょう。はい、今回ちょっとかなり久しぶりのね、夫婦のセッション。いや、もう1ヶ月以上はやってないんだからね、うん、でも夫婦セッションってもう見たらもう1年とか2年やってんだよね。やってる。だからあのもうかなり曲数やってるんですけど、3年やってんじゃないか。やってるか、うん、あの過去に取り上げたあの2人でセッションやってるとかなり面白いんですよ。あの1人でいつもガズさんという YouTube やってるけど、2人でやるとアンサンブルになるからね、そういうなんか参考になるかなと思って、一応ね概要欄のところに今までガズ夫婦でセッションの概要欄
にあのプレイリスト再生リスト貼っておきます。ここも貼れるかな、もう5個いったよ、ね、ここね5個しか貼れないんですよ、ここに。もし貼れたらここに貼ってみますけど、すごい話、ここにリンク貼るので、ね、5個しかねあの引っ付けることです、ね、はい、まあ、どっちにしても概要欄見てもらったら分かると思います、はいはい、参考にしていろいろな形で楽しんでいただければというふうに思います。はい、やっぱ夫婦でセッション楽しい ね、 そうね、無条件にこう、ね、ノリノリでなんかねハーモニー気持ちがいいし、はい、ぜひ皆さん僕たちと一緒にセッションしてみてください。はい、それじゃあまたあちこちでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。